ジョン・サクスビーは、イギリス・ブライトン出身のイギリスの鉄道技術者で、鉄道信号分野で働き、点鉄機と信号機を連動させる連動装置を発明した。後にサクスビーファーマー社の共同経営者となった。サクスビーは、ブライトンにおいて1821年8月17日に生まれ、1834年に13歳で大工及び、立手具としての見習いを始めた。 1840年にロンドンブライトン鉄道のブライトン鉄道工場にオーク製のマイルポストを製作する大工として雇われ、そこで彼はマイルポスト生産の自動化をする道具を設計した。彼は後に工場の大工、縦串、縫い師、型紙製作者、配管工、ガス工事担当者、その他の労働者の親方となった。フランスのニームの駅に保存されている。 サクスビー式連動装置1850年代初頭に信号機の問題による2件の事故がロンドンブライトンサウスコースト鉄道で発生した。サクスビーは鉄道の安全問題に関心を持つようになり、当時使われていた信号投下に比べ多くの利点があり、費用も節約できる改良をされた信号投下を発明した。また、 点鉄機と信号機を連動させる装置も発明した。1856年にサクスビーは、鉄道の分岐点のすべての点鉄機と信号機を一度に動作させるように設計されたこの設計で特許を取得した。点鉄機と信号機を動作させるだけではなく、同じ分岐点の他の信号機が不適切に使われないように作業することもできた。最初の連動装置は、ロンドン南部オールド、 ケントロード近郊のブリックレイヤーズアームズ分岐点に導入された。8機の腕儀式信号機と6機の分岐機が備えられており、ロンドンブリッジ駅と近くの貨物ヤードへの出入りのルートを信号古希所から制御していた。サックスビーファーマー社が1877年に建設したクローリーの信号古希書1861年にサックスビーは鉄道を退職して、 ヘイワーズヒースにおいて、信号装置を製作する自身の事業を立ち上げた。翌年、ロンドンブライトンサウスコースト鉄道で、管理者助手を務めていたジョン・スティンソン・ファーマーが、共同経営者として加わった。サックスビーファーマー社は、鉄道信号設備の指導的製造業者となり、ロンドンのキルバーンに工場を立ち上げ、最終的に3000人の労働者を雇うようになった。 会社は他にブルッセルにも工場を設立した。1868年に会社は世界で最初の道路用の交通信号機をサウスイースタン鉄道の技術者ジョン・ピークナイトの設計に基づいて製作し、ロンドンのジョージ・ストリートに設置した。1875年には各車両のブレーキをつないでより強力なブレーキ力が得られるようになる。 最初の機械式ブレーキを発売した。サクスビーの息子のジェームズはパリ近郊のクレーユに1878年に信号機工場を設立した。1860年代から1880年代にかけてサクスビーファーマー社は鉄道信号設備の製造において独占的な存在であった。会社が供給した設備の多くは 20世紀の大半の期間にわたって使われ続けた。サックスビーファーマーは鉄道会社の立場で信号国書の建設に責任を負う主要な契約業者となった。各契約業者の信号国書の設計の中でも1876年から1898年にかけて建設されたタイプ5と称されるものが最も成功を収め長く使われることになり、 現在のネットワークレールにおいても11箇所が依然として使用され、さらに保存鉄道やその他の保存箇所に10箇所が残されている。サクスビーとファーマーの共同経営は1888年に終了し、フランスの工場は1889年にジョン・サクスビーの会社の一部となった。サクスビーの設立したイギリスの会社は1901年に 他の数社の同業者と合併して、ウェスティングハウスブレーキシグナルとなった。フランスの会社は現在では、ユナイテッドテクノロジーズの一部となっている。ジョン・サクスビーは1913年4月22日にサセックスのハソックスで亡くなった。彼を記念する飾り額がブライトン駅に設けられている。ありがとうございます。